何？はあ、どうしようかしら、お店のオーナーさんですか？あら、あなた、ん？なんだ？あなた、喧嘩はお強いですか？何？何？まあ、弱くはないと思うが。あの、お願いします。この店を、悪漢どもから守ってください。どんな街だよ、ここ。何？一体どういうことだ？実は私、この店のオーナーをしているものなのですが、最近たちの悪い男たちが通い詰めるようになって困ってるんです。店の女の子たちが嫌がってるにもかか、関わらず、酔ったふりをして無理やり触ったり、抱きついたりしてくるんです。あげくの果てには、私に惚れたから恋人になれとまで言ってきまして、じゃないとこの店を荒らしてやるって。そうなのか。今日店に来るから、その時返事を聞かせろって言われてるんです。私、どうすればいいのかわからなくて。そいつを私が今からボコボコにすればいいの？ですので、その男たちを追い払ってはいただけないでしょうか？もちろんお礼はいたしますので。まあ確かにそんな連中許しちゃおけねえか。まあやってやるか。ねえ、頼まれて人を殴れるんですもんね。仕方でやってやる。本当ですか？ありがとうございます。私、ゆいなと申します。よろしくお願いいたします。俺は桐生だ。まず名前名乗ってない同士なのに人を殴ってって頼んだの自己紹介からだろう。それでその連中はいつ来るんだ。そうですね、もうじき来ると思います。いつもこのくらいの時間にやってきますので。あ、来ました、あの人たちです。やべえやつら来たらどうしよう。あ、いや普通のチンピラかな。ゆいなちゃん、今日も来たぜ。いらっしゃいませ。それじゃあ中で酒でも飲みながら、この前の返事を聞かせてもらおうか。あいや、その。おい。マジで人を殴る5秒前でございます。お前らこの店で好き放題やってるらしいな。なんだてめえ、だったら何なんだよ。店の女が困ってんだろ、やめてやれ。おっさん、偽善者気取りかよ。怪我したくなかったら引っ込んでろ。もう一度だけ言う。女が困ってるからやめてやれ。てめえ、自殺志願者か何かか。いや、そっくりそのままの言葉返すぞ。キリュウちゃん、喧嘩売っちゃいい相手じゃないんだって。あばらの二三本へしようってやんよ。店の前じゃ迷惑だ。こっちへ来い。相手してやる。ああ店の前じゃなくても迷惑だから、ここ普通の路地ですよこれ。もっと空き地とかに行きましょうよね。そしてこんな喧嘩はやめましょうよ。命がもったいない。どうせならね、一人で来るとかならまあ男に感じるんですけど、男4人とかでね、来ちゃってますからね。もう、そういう人たちは、ごめんなさい。鉄拳制裁を、鉄拳制裁をしてあげてください、キリュウちゃん。人のね、嫌がることをしたら、こういうことが起きるということで。あと一人、おるわよ。人が死んだし、自転車が壊れました。グボエ。どうだ、もう懲りたか。チキショー。これに懲りたら二度とこの店には来るんじゃねえ。てめえ、一体何者だよ。ユイナちゃんとどういう関係なんだ。さっき初めて言葉を交わしました。何？俺は、ユイナちゃんの旦那だ。俺はユイナちゃんの旦那だ。え？小さい絵？なんだと？ゆいなちゃん、結婚してたのかよ。俺には鼻から正気がなかったってわけか。そういうことだ。気が大きくなってる、キリュウちゃんの。二度とこんな店来るかよ、バッキャロー。こんな具合で、あ、よかったかな。はい。
はい、バッチリです。あの人もあれだけ言われればもうこの店には近づかないと思います。キルさんにはもう、なんとお礼を言ったらいいか。やべえ。旦那のことなかったことにしてる。ゆいなちゃん触れないようにしてる。そうだ、こちらはせめてものお礼です。どうぞ受け取ってください。イタリア製マフラー。ありがとう。普通に嬉しいわ。それじゃあ私、早速お店の女の子たちにもう大丈夫だよって報告してきますね。キリュウさん、本当にありがとうございました。ねえ、旦那って言った件はね、なんか言ってゆいなちゃん。否定してくれた方がまだ助かるから。スルーが一番なんか傷つくんだからね。ん、どうしたどうした。瀕死のサラリーマン、そこのお兄さん大丈夫？今雨降ってるよね。びちゃびちゃになっちゃうって。うおー、助けてください。どうしたどうした、どうした、大丈夫か。え、何があった。あれがないと命が。いいから落ち着け。一体何があったんだ。まあ、この街ではよく見る光景だけど。大丈夫か、こんな隅っこで。どうしたんだ。今さっき二人組の男が、後ろから急に殴ってきて、私のバッグを奪っていたんです。まあ、よくあることだけど、この街では。実はその中に持病の発作を抑える薬が。それはやばい。お願いします。薬だけでも早く、早く。男はと、そんなこと言われてもな、じゃないのよ。男はどんなやつだ。それはまずすぎる。荷物を奪った二人組の男はどんなやつだったんだ。あ、赤いジャージの二人組です。あれ、赤い兄弟か、もしかして。赤い兄弟だっけ。名前合ってたっけ、あの若くないギャング。二人とも背は高かったです。背の高い赤いジャージの二人組だな。少しそこで待ってろ。はい、ありがとうございます。あのお兄さんのお名前を伺ってもよろしいでしょうか。ああ、俺はキリュウだ。キリュウさんですね。私は小泉と申します。お、めちゃくちゃ丁寧な。ちゃんと名乗ってる。キリュウさん、奴らは劇場前の方に逃げていきました。急いでください。わあ、ちょっと待ってて、薬ですね。これはマジ、命に関わる。やばいやばいやばい。急ぎましょう。急いでたよ。人の命がかかってんだ。この人の命はどうでもいいのか、キリュウちゃん。まあ、ヤクザだし。ちょっと急いでんだよ、今。劇場前広場ね。いた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 、赤いジャージ、それして、青いジャージもいる。劇場前まで来てみたが、確か、ジャージの二人組だったよな。何これは赤、紫、青か。似たような奴が何組もいるじゃねえか。間違いないように声をかけなければな。なんかカラーギャングいたよな、お前。ホワイトエッジだろ。あ、何え、ねえ。今忙しいの、マジパの兄や。今忙しいので、持病の薬がね、もう、マジパの兄や。よし、気を取り直して、カラーギャングいましたよね。ホワイトエッジか紫じゃなくて。そしてブルーユーじゃなくてブルーズだったんですよね。そしてブラッディアイだ。こいつらだろ、赤いジャージ。ジャージの男こいつらか。声をかけてみるか。まあ、声をかける。急がないといけないからな。きっとこいつらが犯人だな。担当直入に聞いてみるか。おい、お前ら。なんか妖怪おっさんとなんか身長が高いって言ってた。背の高い不良来た。お前らバッグを奪ったな。さっき男からバッグを奪ったな。ああ、俺たちのこと追ってきたのか、たった一人でよ。ひひ、面白い。こいつもやっちまえ。おい、返せ。薬だけでいいから、マジで早く返せ。しかも、チーマーだった。これ、ブラッティアイじゃなかった。ほら、返す、返す。よいしょ、おいしょ。冗談ゲリー。早く持病の薬だけでいいから。バッグなら返しますから、もう勘弁してください。必死の男のバッグを取り戻した。よし。それじゃあ、俺たちはこれで。危なかったんだぞ、本当に。命がかかってるんだから、これ。薬の入ったバッグは取り戻したな。早いところ、小泉の元へ戻らねば、急げ、急げ。1分1秒、これ多分、争うやつだと思うぞ。まだ息はあるか、大丈夫か、生きてるか。あ、よしよし、薬を持ってきたぞ。おい、バッグを取り戻してきたぞ。大丈夫か、小泉さん。本当ですか。ああ、助かった。早くバッグを、薬をください。受け取れ。本当に感謝します。ああ、よかった。間に合ったようだ。危なかったぜ。
ああ、助かりました。危うくこんな道端で死んでしまうところでしたよ。タイミングが悪ければほんと死んでたと思うぞ、俺も。今度から薬はまた別に持ち歩くようにしたいと思います。あと、この街をまあ歩かないようにしましょう。それが賢明だろうな。あ、そうだ、キリュウさん。私、キリュウさんにお礼がしたいです。まあ、無理はしなくていいんだぞ。いやいや、お礼させていただかないと私の気持ちが収まりません。大したお礼はできないんですが、これを15万円すごい額だ本当にどうもありがとうございました。では、私はこれで。あ、また襲われないように気をつけるんだぞ。はい。はい、おー、めちゃくちゃ、いい人だった。ん？なんだ？どうした？これは？薬？って、おい、お前、また死にかけてるぞドジっ子でしたね。危ない危ない、ほんと薬だけはちゃんとしっかり持っておきましょう。なんだ、元プロボウラー。おい、そこのあんた。ん？うん？これは誰だ、元プロボウラーの方ですかね。なんだこいつあんた、いい体つきしてるな。どうだ？俺と勝負しないか？勝負？殴り合いですか？あ、俺とボーリング勝負をして、もしあんたが勝てたら3万やろう。だが、あんたが負けた場合は1万円を置いてってもらう。なるほど、金をかけて、ボーリング対決ってことか。おうよ、さあどうする。勝てば3万、負けても1万。悪い話ではないですけど、これが相手がね、元プロボウラーの方なら、だいぶ不利なんじゃないか。これ、キリュウちゃんはどうなんでしょう。ボウリングやったことあるのかな。いいだろう、受けて立つ。いや、ちなみに俺は、昔、ちょっと名の知れたプロボウラーだった。まあ、些細な不祥事を起こして首にされちまったわけだがな、ははは。それがどうした？おお？元プロだと言われても臆さないとは、あんたなかなか自信があるようだな。なけりゃ勝負は受けねえだろう。へ、そりゃそうだ。よっしゃ、それじゃあ始めるぜ。大丈夫？キルちゃんね。これ操作するの俺じゃないよね、これ。大丈夫か？俺だ俺かい。ちょっと待ってこれ。立ち位置、ボール選択、スピン調整。方向パワーの決定。あ、チュートリアルありがとうございます。またボールを選びます。はいはいはい。ボールを選ぶと同時に立ち位置も決定できますと。投げる方向を A で決定します。投げるパワーを、A で決定しますと。ボールが手から離れるまでの間にスピン調整ができると。はいはいはい。どうだ？うん！いける？一品で、チュートリアルでぐらいストライク取らせてよね。キルちゃんいけるね。様になってるけど。ちょっと待ってくれ。どうしよう。これは重い方がいいのか、重ければ重いほど。どうだろう。ヘビータンクでいってみましょうか。うわ、むず、はや。やっぱ真ん中がいいですよね。ここ、あー、ちょっとずれた。ここ、どうだ、ちょっとスピン、ちょっと左にスピン、どうだ、ちょっと左スピン、ちょっと左スピン、どうだ、いいんじゃねえか、ど真ん中、オーケーストライク、いい調子だ、うまキリュウちゃん、うま。あ、これ、はいはいはい、3番勝負ね。さあ、元プロ、うま。ここからスピンかけてくんじゃね。どう出る。ほ、頼む。ストライクダメよ、ストライクダメよ。おっしゃ、よし、セーフ。これむずいじゃねえか。2ピン残りましたよ。はあ、どうした？煽ってる。キリュウちゃんが元プロボウラーを煽ってます。どうした？さあ、これはスペア取ってくるか？あ、うまい、うまい。あ、でも当たらない。よっしゃ、これはいけるぞ。キリュウちゃんいける。勝てる勝てる。力みすぎだぜ。力みすぎだぜ。じゃあもう一回真ん中から。ここがむずいな。トゥットゥットゥットゥ、ここ、いや、ちょっとずれた、ちょっとずれたけど、左、右に、2スピンぐらい、2スピンぐらいいっとくか。オッケー、これちょっとスピンかけすぎたか、どうだ、いやー、うわー、惜しい。ストライクいったかと思った。くっそ悔しいですね。
はい。おい、うなずくな。え、これはちょっと軽い、テンスターとか、オーシャン、どれがいいんだよ、わかんねえ。私、ボーリングでほとんど行ったことないんですよね。あ、はいはいはい。軽い球だと、これがちょっと遅くなってる。狙いやすいんだ。ここ、どうだ？ちょい右スピン、ちょい右スピン。これでいいんじゃねえか？うん。頼む。スピンかけすぎたか？いける！よっしゃー、うまい。スペア、いいぞ、ストライクにスペア。これだいぶ差がつけれたんじゃねえか？さあ、どう出る？相手が。ここで、あら、意外に端っこ狙ってきますね。ちょっと、馬ぶってんじゃないの？それでどう出る？うまうめえ、やばいですね。ここは確実にストライクを取っておきてえぞ。そしたら相手にプレッシャーをかけれるというか、もう勝負が決まんじゃねえか。ここいい、うまい、ここよし、これはもうスピンかけずに行くか。いや、ちょい右スピン、ちょい右スピン、いや、スピンかけなくてよかった。やっぱ、どうだどうだ、いや、真ん中残るね。悔しい、楽しい、ボーリング楽しい。ただこれは確実にスペアを取っておきたいですね。軽いやつで、あー狙いやすい、ここいいよ。でスピード早めにして、右に1スピン、右に1スピン、行き過ぎ、 OK、 これでスペアいただきました。どうもありがとうございます、うまよし、これもう1回投げれるのかな、ボーリングって。どうだろう、最後は3回投げれますね。ストライク取りてー、これ。向こうがターキー決めてきたらね、やばいですもんね。ここ、いやーちょっと、これはまずいですね。スピン、3スピンぐらい欲しいんじゃねえか ?3 スピンぐらいいっときましょうか。はっ。オッケー。これでど真ん中抜いてくけど、いやーむずいね、ボーリング。ゲームだけど。58、まあでも悪くないんじゃねえか。どう出る、相手がこれで。連続ストライク取られたらちょっと厳しいですけど、どう出る、ほっ、いけるか、元プロボーラーの方だもんな。いや、取ってくるよね、ストライク。やるじゃねえか、やばいやばい、いけるかこれ。いや、ドキドキしてきた。お金かかってんだこれ。犯罪じゃないね、わかんないけど。賭けボーリングってどうなんだろう。あ、これはミスったんじゃない。はーい、残り2本。だ、ここでスピア取ったらどうだ、どうやばいか、ちょ、逆転される、これ。ちょっとボーリングのね、得点計算がよくわかんないんですけど、これスピア取ってくる。100出しやがった、あいつ。ほっ、おい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 、うまい、これどうだった。めちゃくちゃいい勝負なんじゃねえか。50だ。危ねえ。めちゃくちゃいい勝負してる。1点差。すげえいい勝負してんじゃん、キリュウちゃん。元プロとね、熱くなっちまったぜ。ふぅ、危なかった。じゃあ、いただこうか、3万円。ははは。俺の負けだ。あんた絶対プロボーラーとしてやっていけるぞ。どうだ？俺のコネを紹介してやる。いや、怖いな、そのコネもね。不祥事起こしたコネじゃないの？ああ、頼む。乗り気になってる。冗談だって。不祥事を起こしちまった俺にそんなコネがあるわけないだろ？冗談かよ。少しその気になってたのによ。まあ、それでもお前が、なかなかいけてるぜ。ほら、約束の金だ。おわ、約束は守ってくれる。ありがとうございます。また俺と勝負したければいつでも来い。今度こそ勝たせてもらうぜ。こっちも久々に骨のある野郎と対戦できて楽しかったぜ。またな。かっこいい。元プロか。大したもんだな。気が向いたらまた勝負してみろか。キリュウちゃん、こんなボーリング上手かったんだ。